今お客さんが入りました。平成12年3月4日午前7時待望のプレイステーション2が今発売になりました。先頭の客さんからどんどん中に入っていきます。報道陣のカメラのフラッシュが一斉にたかれています。ちょっと眩しいぐらいですね。先頭のお客さんは昨日の午後2時半に待っていました。2時半からおよそ16時間半もずっと外で待っていました。今買い物を済ませているところです。この一番のお客さんに向かって一斉にカメラがたかれています。カメラのフラッシュがたかれています。今最初のお客さんが品物を手にしました。カメラのフラッシュたかれています。嬉しそう、顔がほころんでますね。ソフト1枚買うと言っていました。きっとうまく買えたのでしょう。本日主犯指名を受けることになるわけですけれども、今のご心境をお聞かせください。まだ今、天命が降るのかなと、天命が降りるのかなと、いつも言ってるように一生懸命におぶしさんを支えてきたわけだから、もうそういう運命が下されば国家国民のために一生懸命に働くということなんだろうな。まあ自分の気持ちがなかなか切り替えが難しいね。じゃあただいまから2分いただきます。はい、お願いします。これで終わっちゃうのか。自民党本部へ。
喪主大内千鶴子殿。자대통령께서이쪽한번봐주시죠기자들을위해서박수한번주시고요아침부터긴장하게안됐습니다근데여기저기했는데그래도인사가인사사람이제대로됐는가하고이렇게자신들걱정도하고있습니다화분하죠이위원님께서직접공항에나오시고또그렇게수십만시민들이나오고그래서아주저도참
下村博文、東京11区、下村博文、当選確実です。お願いします。大選挙区の当選確実を発表いたします。石川県1区、長谷博士。石川県1区、長谷博士。今の保守党の、また何としても2桁を死守したいと、そういうふうに思ってましたので、今少しまだ2桁に足りてないので、今からの開票にまだ期待をしていると、そういう状況です。幹事長って聞こえた。ごめん。厳しい結果に対しまして真摯に受け止めてまいりたいというふうに考えております。しかし、連立与党3党で過半数獲得の見通しが立ちました。これは連立政権が信任されたと受け止めております。ハザーもうちょっと近づいて近づいて。新しい与党でバンザーイ、バンザーイ、バンザーイ。おかげさまで民主党はすでに現有議席は大幅にクリアをいたしました。さらに報酬に前進をしたいというふうに思っておりまして、最後の国会の結果を期待を持って頑張っていただこうと思っております。10時半を過ぎたところです。大きな期待とともに登場する2000円札を手に入れようと朝早くから並んでた人たちが今ようやく手に入れて出てきたところです。はい、すみません、はい、お話伺ってよろしいですか。はい、ちょっと2000円札手に入れたということを見せていただけますか。そうですか、そうですか。そうですね。あ、こっちもキラッとこう広げて、ね、あの裏表にしてください。朝何時から並んでらしたんですか。はい、もうね、6時半ぐらいですね。6時半から、はい、これ手に入れた2000冊どうしようかなと。いや、これもどうも大事に一応ピアスですから。
デジタル放送が一斉に始まりました。皆様大きな拍手でお祝いください。